でもそれを飛び越えるぐらいの次元の違うものを見せられたら、それはもう認める段階やんか、はいはい、そないなったらなんとか力になってくれよとか頼むぞっていう風に変わってくるやん、はいはい、そうですね、うん、そこがやっぱり持ってるんよな、福留も、はいはいはい、もう桑田も清原もそうやけど、はいはい、やっぱ持ってる人間いうのはそうなんよな、40期の子と30期っていうのはそういう部分ではちょっと似たところがすごい10年っていうのはやっぱりあるんやろな思うわ、はい、あちょうど1学年下にスーパースターというか、うん、そやな、まあそういう力を借りて、はい、下の人間選手のこの力を借りて、はい、こう一つになっていって、はい、頂点を目指していけたっていうのはよう似てるんじゃないかなっていうのは で結果的にな、まあ、はい、俺の時は優勝もさしてもうてるし自分の時もさしてるけど、はい、まあそれに似たようなぐらいの感じは福留は持ってたんやろな、福留っていうのもそうやしお前らの学年もな、はい、そういうのを受け入れられる学年やったんかもわからんな、うまいこと、はい、ちょうどだから福留を追ってもろを追って出ようってでこの3人ぐらいがすごいグーンと引き上げてもらったっていうか、うん、なその力っていうのはすごい感じるよな、はい、やっぱ俺がコーチしてて憧れるし、はい、ああこんな選手やったら俺もこんなやったらなって思えたのはやっぱ福留かな、うん、他の子には悪いけどな、まさか早川とは言われんしな俺も早川の名前出して悪いけど、うん、やっぱり福留はやっぱりそういうあこの子は何か変えるなっていうのはそっからまた PL 学園も、はい、そうですね、こうちょっとこうおいらの時のような近いような活気じゃないけど、はいはい、なんかこうちょうど僕らが入らせてもらう時に今岡さんの代の方が先発出られて、うん、で僕らも、まあ、先発出させていただいて、うん、でなんかその福留の代で春夏行ってってなってくると、うん、その甲子園がすごいこう近いというか、うん、そやな常にこう行くのが感覚的に近くなる感じですよね。そう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 、でまたその下も夏出たし、はい、まあその下はちょっと春夏出られへんかってんけど、はい、でその下に平石や松坂の、はいはいはい、延長17回もあった時やったから、はい、でその下がなまた選抜横浜と3回目の勝負で勝たせてもらって、ね、うん、でその下もまた夏出たし、はいはいはい、まあその下は出場時代になったけど、まあだからそれぐらいまでちょっとな5、6年またブーッとこう、はいはい、PL っていうのは活気づいた時ではあったかな、はい、うん、ちょうどあの清水さんの代の時に桑田さん清原さんいらっしゃってうわっと球場の周りもすごかったっていうのを聞きましたけど、うん、だんだんそういうふうになっていくとやっぱり循環していくというか、うん、周りの環境も変わるし雰囲気がやっぱぐっと上がってくるんですかね、うんうん、せやな、うん、でもやっぱり立浪の年代の春夏連覇してから5年間っていうあの期間っていうのは PL 学園野球部にとってはすごく今思たらやで、はい、その時は辛かったけど、はい、あの静かなほんまになんていうかなになったっていうのはええ経験やったんちゃうかなとは思うけどな、はい、しんどかったけどな、はい、子供らも大変やったと思うし、はいはいはい、うん、PL 学園としてなやっぱり負けたりこう甲子園に出れない、はい、こうやっていうのを背負って子供らやってる、まあ子供らが一番犠牲とは言わへんけどほんまに憧れて PL に入ってきたのに勝てない時期っていうのを経験したりこうして卒業していた子らにはすごい大変やったやろなっていう、だからそれを無駄にするなよっていうのは常に下の学年下の学年その子らな先輩らが負けたかもわからんけどその分次の年はい、なでまた負けたけど、はい、その分次の年っていう風になっていかんと、はいはい、やっぱりそれをなちゃんと認めてほんで敬ってするのが PL 学園の良さやろから、はい、勝ち負けじゃなしだけじゃなしに、はい、それを教えてくれるのが話の続きじゃないけど原子量なんよな、はい、やっぱ共に
生活したっていうのが見てるしな、後輩からしたら、だからなあ大輔や堀らの年代でちゃんとそうやってまた受け継いでいってくれたっていうのはあるわな、はい、だから今岡らの学年、わしきたらの学年がよう5年ぶりに選抜で出してもらって、はい、まあ俺にとっても筋目な時の年代やったから、はい、未だにおてもまあお前らがおったから俺も14年コーチでやらせてもらいたいんやいうのはよう言うんやけど、はい、藤原にもな、はい、だからすごい感謝するわな、やっぱ子供がやるんやから、はい、子供のおかげやわな、その中でもやっぱり福留っていうのはもう一つ PL 学園でももう一回目を見させてくれた選手じゃないかなっていうのは感じるな、今いろんな意味でそういう年代年代にそういうのは感じるけど、はい、まあ俺がコーチになった中ではやっぱり福留康介っていうのは、はい、そういうもん持ってたやろな、だから45歳までさせてもらえたんちゃう、はい、あの子がな、やっぱりそういう運を持ってたやで、はい、まあお前らの年代からしても代表やっていうのは思うわ、はいはい、45までやってくれたらな、はい、俺らの代表やから頑張ってくれっていう思いもあったと思うけど、はいはい、それはそういうもん持ってたんちゃうかな、それが PL の良さやろしな、はいはい、うん、もうPL の出身の選手もプロ野球でも、はい、あと2人なったけどな、ね、メジャーでは前田健太と中川とな、はいはい、うん、なったけどな、だから今度は指導者として、はい、みんなな、はい、今回も松井稼頭央も監督になるかもなるんかな、はい、西武でな、はい、うん、で平石もおるし、はい、今岡もなんか阪神のそうです、ね、な、はい、打撃コーチなるとか言うて、はい、で、はい、今年からは立浪も監督だり片岡、はい、二軍監督もなって、はい、な、はい、桑田もジャイアンツのコーチで今江も楽天のコーチしてるし、はいはい、三郎も、はい、な、楽天で育成のやったりこうな、はい、偉く偉いさんになってるし、やっぱりいろんな意味でそうやってな、はい、現役を離れても、はい、PL 学園の OB、はいたちがな、はい、まあ、先輩らもそうやけど 森さんもそうやけど、はい、まあ、他にもまだ山中さんとかもおられるんかな、まあ、たくさん PL 出身の方がおられるから、はい、うん、現役は2人になったけど、はい、これからのな野球界をアマチュアもそうやし、はい、プロ野球だけじゃないしな、野球はアマチュアも中学生の指導者もそうやし、はい、やっぱ野球界に貢献というか恩返しするつもりでみんな PL の人らがやってくれてるっていうのはすごい誇りやしありがたいわな、はいはい、うん、それは思うわな、はい、うん、そういう感じやろな、はい、うん、はい、憧れ言うたら福留かな